で、それに異を唱えたのが千葉涼さん、異、うん、を唱えたからといって、オリンピックに出られたわけじゃありません、はい、しかしね、その時にスポーツ水産裁判所はどういう裁定を出したかというと、うん、そのオリンピックが出られないのはおかしいということ自体は蹴ったんです。 選考方法が非常に透明性を欠いていると、これはだめだということで、訴訟費用の負担を命じたんです、日本水泳に対して、それは数百万ですよ、数百万の訴訟費用の負担を命じた、その結果、どうなったかというと、日本水泳というのはものすごい透明な選考をその後するようになったんです、結果、どうなったと思います、後輩の水泳選手が、もう余計なこと考える必要ないです。 あの人が水田の役員だからあの人にごま吸っとこうとか考える人が全然なくなったんですよ。記録で結果さえ出せば、うん、選考会で標準記録をきちんと突破して事前にその示された基準をクリアすれば必ずオリンピック選手に選ばれるということになったんですよ。うんうん、これは千葉通留さんは自分にとっては全然意味なかったかもしれないけど、うんうん、後輩たちにとってものすごい大きな貢献したわけです。そういうい意味でその判定があったから それはもう受け入れた方がいいんだよっていう発想、は僕は間違ってる。なるほどね。はい。やるべきことやるべきなんですよ。はい。そうする。えそれはまあ、その競技の世界で受け入れるかどうか別としても。やるべき、まあ、そのためにやったことによって、後輩たちに大きな恩恵を。大きな恩恵ですよ、これ。はい。だって。私は高校野球で甲子園目指してやってましたっていう時にね。下手だから負けましたよ。これはしょうがないですから。でもあれで。例えば。高野連がね。 やっぱお前,負けたけどあお前勝ったけど負けた方を決勝に行かせるわって何、うん、かの理由でやられたらその納得できないですよねだからその公平性、公明性うん、うん、透明性うん、うん、それが一番大事なんですよスポーツにとってはそれが、えーなんですかね、既存された時にとかねか内外就任された時に、はい、救済措置がきちんとルールとしてあるというのが、はい、やっぱり必要だということですよね。 プラス、世間、ええ、からの批判も実は大事だってことです、うん、批判を受けたら変えざるを得なくなりますから、ええ、ものすすごく大事でそういう意味では、ね、さっき言われたように、今回ね、バスケットで負けたことによって、要するに人種差別があるんじゃないのかとか、やっぱり地裁国に対して忖度があるんじゃないか、はい、そういうふうな、島を憶測を呼ぶこと自体が、このスポーツの価値を下げていくし、オリンピック全体の価値を下げるというふうなとこになってしまいますもんね。下、え、げ、え、ないような方策を取るべきだということですね。はいはい えー、いろいろとですね、オリンピックのね物議を醸している問題ありますけれどもこれも大きな物議を醸しているのではないかなとまあいろんなね、えー、意見もあるいはね指摘も出ているわけですけれどもこれをちょっと取り上げてみたいと思います、えー、もちろんおボクシング問題ですねはいどうぞオリンピックボクシング女子性別騒動の2選手がメダル確定ね えー、今根選手、林選手が準,々準決勝進出、えー、ボクシングは3位決定戦がないので、銅、えー、メダル以上が確実にということで、えー、2023年の世界選手権では、国際ボクシング協会によると、両選手は、えー、性別適格性検査で失格、失格理由、えーテストえー、テストステロンが男性並みの値ということなんですけれども。 えー、IOC 発表、えー、女子会カテゴリーに出場するすべての選手が参加資格基準を満たしている、彼ら彼女たちはパスポート上では女性であり、それが事実であることを述べている、ねうんえー、それに対して、えー、アメリカ合衆国前大統領、そして大統領候補のドナルド・トランプ氏はです、ね、女性スポーツから男性を締め出すと発言ということで、今かに政治問題化しているということなんですけれども、これはどう考えたらいいですかね、これについては。 これはの、まあ、まずは基準は明確じゃなきゃいけないと,、うん、と僕は思っています、うん、でその時にあ何でそういうかというと、ね、同じ例えば同じ男性でも、はい、あの男性ホルモンの多い人と少ない人いますね、うん、で同じ女性でも、はい、男性ホルモンの多い人と少ない人が当然いると思います、うんはい、これは人と差があってね、うん、例えば筋トレされてるとお聞きしたから分かりますけど、はいはい 同じように筋トレしてもすぐ筋肉するつくがつくタイプとはい、はい、なかなか筋肉つかないタイプっているんですようん、うん、僕は経験的に見て知ってますけど、うん、でそういう差があるとでもそれは個体差でこれは、うん、あのこっちが大腿ホルモンが多いからお前は出ちゃダメだとかそれはおかしいと思います、うん、ところがお聞きするとこの選手の場合はその、うん、染色体があの XY 染色体が あるとという,ふうにお聞きしてますこれ染色体の観点から言うと、うん、これ男性ですよね、はい、あのお聞きすると今日さっき須田さんにお聞きしたんですけど、うん、XY 染色体があると男性ホルモンがたくさん分泌するということでしょとなるとこれあの個体差でもってこの人はちょっと多いこっちは少ないという話じゃなくて、うん、もうそもそも染色体レベルで明らかに違うということなのでこれ質的な違いがあるということになりますよね、うん となると、これはさすがにボクシング協会の言っていることの方が正しいんじゃないのかなと女性選手を危険にさらすというふうに言っておかしくないんじゃないのかなという,ふうに思いますね。うん あのちなみにですね、えー、筋肉っていうのは男性ホルモンがですね、えー、大きな影響を、ね、お呼びしましてあのですからあの筋トレなんかやってると女性ってあんまり筋肉つかないんですよつきにくいですよねつきにくいだから、はい、あえて男性ホルモン投与される方も中にはいらっしゃるぐらいで、ね、ですから XY 染色体があるということはその男性ホルモンの分泌を促すからもともとちょっと寄って立ってるとかスタート地点が違うというところがありますからねただどうなんでしょうねあ、はい、あのまあ その染色体ベースで、うんえー、男性か女性かを判断するのか、うん、まあそれからあと外形上の違いですか、はい、あるいは国によっては出生証明書によってもう認定されているってケースもある、それが結果的にパスポートなどに反映されるんでしょうけども、どれでこれ、確定させたらいいですか、ね、そこなんですけど例えば その男性器があるかないかで区別する、これは外から見たら明確ですよね、外から見たら、でも、例えば本件はボクシングで問題になりましたが、ボクシング協会っていうのは、大変危険なスポーツです、ボクシング、それ自体が、人の命に関わるようなスポーツです、だからそこを厳密に検討してきたはずなんですよ、他のスポーツと違ってね、他のスポーツは記録が出るとか出ないとかいう話ですから、人の命に変わりませんから、ボクシングの協会が最もその、 人の命という意味で厳密に検討してきた結果が染色体だったんだと思うんですよ。となると、少なくともボクシングの世界ではボクシング協会の言うことを聞いて XY 染色体があるかどうかで判断すべきだと思いますね。ががああるるから、ええ、まあ言ってるはそのパスポートが えー、あるなし、ねそれが性別がどう,どうかじゃなくて、はい、やっぱり、えー、その積み重ねがある団体のほう、はい、のやっぱり意向を反映させるべきだという、ね、べきですよ、少なくとも命にかかると思いますから、実際、うん、中でもね、えー、一部選手は、あのまあ、1分もたたないうちに棄権しちゃった棄権しましたよね、ね<ー>やっぱりこれは質的に違うというふうに思ったんでしょう。 もちろんそういう情報もあったと思いますけど、牧師<え>教協会から、あの人は排除された人なんだって分かっていて、うん、僕あのグラブを合わせてみて、うんあ、これはやっぱり違うと。 うん、思って棄権されたんだと思うんですけどね、うん、これ、どうなんでしょうね、はい、まだねあの、届いてる情報が少なくて、はい、ここまで踏み込んだ話していいのかどうかあれなんですけれども、はい、やっぱりここ最近ね、それこそ LGBTQ の問題があって、はい、要するにそこの問題って、非常にセンシティブじゃないですか。うんまあ、センシティブですね。ねはい、要するに、ある意味で、えー、自分の政治人がどうなんだというところが、はい、なんかこう、影響しているかのような部分がある。うん、その問題と この絡めてこの問題っていうのを議論するというのは少なくともこの問題の結論を出すときにそれを考慮したら何せますで、ただ、議論自体はおかしくないと思います、うん、なぜならばフランスというのは、まあ、欧米の,、ねうん、あのことでいうと、うん、まあこれ、今ここで申し上げていいかどうか分かりませんがその私、つい最近読んだ本があのトランスジェンダーになりたい少女たちという本。はいはいはい これ大変衝撃的な本で、うん、欧米でそのトランスジェンダーをまあ推進している中で、うん、例えば女の子に「うんあ,あなたは本当は気持ちとしては男なのですか?うんあ」だったら男性ホルモンを打ちましょうね、うん、と言ってそのいたいけな少女に男性ホルモンを打つことを進めていく、はい、こんなことをやっているでそれがフランスは特にそういう面がどうもあるように見えるんで。 IOC がもしかしたらそういう方向にね、うん、その動かされてるんじゃないのかなっていう感じはしないことはないぐらいですでも、その一方で明らかに、さっきもう一回出していただきたいんですが、はいあの、トランプ大統領の物言いというのは、うん、そのことが念頭にあるというふうに強く伺えますよね、うん、そうですね、もともと共和党保守、保守派ですから、保守党ですから<ー>あの、それをすごい意識してると思いますね。うんはい まあ、その女性スポーツから男性を締め出すという言葉の持つ意味というのはやっぱり、えー、この、ね、キリスト教的な価値観というのも反映されてるんでしょうけれども、えー、やっぱり、えー、LGBTQ に対しては、はい、非常にこう否定的なスタンスの価値、ね、否定的という意味は僕は分かりませんけどトランプさんの頭の中は分かりませんが、えー、少なくとも法の世界でその日本のようにね、うんえー LGBT に対するその理解増進法みたいなあんなほな法律を作る必要はないよという意味ではあのトランプさんの言っていることはそうなんだろうなと僕は思います。というのはあのモレ聞いたところによるとそのアメリカでは日本で作った LGBT、まあ、に関するその理解増進法あんな法律は共和党の反対で絶対できなかったとでこれからもできないだろうと。だだけけど日本なららでできそうだかややってやるってわけで 訳の分からん中日アメリカ大使がやったわけでしょ近くにいますけどね、ねすぐ近くにいますあまね、そういうくだらない問題の,のもののターゲットになってしまったというのはあると思うんだけど、うん、まあそれはでも僕ら知っとく必要があると思いますけどね。そういった意味でいうとね、これ、今後に結構尾を引いてくることに私はなるんじゃないかなと。まあ、今回は、ね、これで、えー、まあ 結果が出て、銅メダルをもらいました、どちらかの選手がリン選手なのか、えーね、今の選手なのか分かりませんけれども、はい、メダリストになった段階で、はい、じゃあ、何かこうねあの、問題が発生するかっていうと、そこってなかなかタッチできない話。 ね、ところが、それを放置しておくとどうなんでしょう、今日のね、ずっと護身問題から一貫して出てきている公平公正さ、はい、スポーツにおける公平公正さ、はい、ってのは、崩れてくるってことになりますよね、これねそういう可能性があると思います、だから IOC がいつかある段階で見直しを進められると思います、今回は、うん、あ,のあくまで正しいんだと、今のところ言い張ってますから、うん、IOC 側は、うん、あれ、ボクシング協会となんかあるんですかね <laughs> あのボクシング協会って意外とね。うん なんかこうそ権威が認められてないみたいなんですね、だから独身協会の基準との採用されてなくて、これは IOC がやるんですだから、ねまああの、あらゆる人間も組織もそうですけど、常に正しいことをするわけじゃなくて、うん、この場合は IOC がおそらくあと今後、その見直しは迫られてくる問題だと思います。うん、だって下手したら、ね、あの 女子ボクシングでああいう選手が出るならもう出ないよってみんなが言い出す可能性がありますからそうですよねそうなったらもう IOC がボクシング競技できなくなっちゃいそうですよ、ね、だってあの北村先生が言われたように、ええ、命かかってますからね当たり所が死んじゃいますからねそうなんですよ、ええ、本当これは大変なことですから、うん、ところで、うんはい、新聞によると <laughs> この話とは全く違いますけど、ええ、株,株価暴落しましたよね、ええ、これについて須田さんの 解説を聞きしたいなと僕は思ってるんですけど、うん。なんかカンペそのまま読んでるような感じがしなくもないんです <laughs> そのまま読まなかったから完 <laughs> が出たんでということで、えー、ね、株価大暴落で、えー、昨日はですね、ただあの強引になってですね、大幅反発し、びっくりしますよね。日経平均株価が過去最大の上げ幅で反発し、三千二百十七円高の三万四千六百七十五円四十六銭二と。 いうところでまあ市場関係者、まあこれ別に市場関係者じゃなくて今日も昨日も異常な状況ということだったんですけれどもああのまあ、アップダウン激しいという状況で一体何が起こっているのかっていうことなんですけどね。 新聞報道は大体ですね、うん、アメリカのオーバーの景気交代ってことをね、理由につけてるんですよ。はいはい。でね、それはね、ちょっとね、あのー、何か守らなきゃならない存在があるのかな、誰かに忖度してこういう記事書いてるなって僕は。 そう見え隠れするす、ねえー、誰に忖度してるんですか知ってるくせに <laughs> ええー、知らないですよ、ね、言ってください。でまあ、あ今回のね難航下で言うと、僕は、ね 2>, はいえー、2つポイントあると思うんですよ、一つはですねやっぱり売り買い売りを呼ぶ展開と言って、ですね、はい、まあ言ってみればですねどうなんでしょうね、あの、まあのま老媒売りって市場関係者は言うんですが、パニック売りですね。はい これですよ。もう下がっちゃったんで、はい、みんなもう投げ売りしたっていうのは一つの理由。そしてじゃあ、その何が原因か、二つ目のポイントは、はい、それは符合的な要因で、一つには特定できないと。はい、いろんな要因がそこにはあった。一、はい、つには、おそらく場合によってはね、はい、そはアメリカの景気後退っていうのがあるんでしょう。雇用、はい、統計がちょっと悪かった。 それだけであんなにドンと下がるはずもないんですよね。だからいろんな複合的な要因が働いていて、一つはそれがあることは間違いないけれども、もう一つは、やっぱり先週のですね、利上げですよ。日本の。日本の利上げ。つまりゼロ金利政策を解除したっていうところ、0.25で利上げした。ところがですね、この0.25で利上げしたっていうのは、今の政府日銀からすると、間違ったでっていうふうに、 えこうね市場が、あるいは国民世論がですねあれ、間違ったじゃないかという批判を受けるのは、どうしても避けたいんですよ、これ。何が何でも避けたいというのがあるから、だからそういった点で言うと、新聞はそこ触れなかったんだろうけども、間違いなく利上げっていうのが新聞がそんなことに忖度して、記事書いてるんか。もう間違いない、だから今の新聞って、財務省の顔色をかかってるじゃないですか。政治家だけじゃなくて 新聞までで財務省の回路を伺ってて生きてるんですか話に <laughs> ならないですね。まあだってあの、ねえー、消費税率だって8%、えーね、軽減税率適用、えー、でこれ生活費不振だから新聞って生活費不ですかね読まないと死んじゃいます、うん、読まない方が長生き的んじゃないかと私は思うんですけどね、うん、だからそういった点で言うと2%のその減税分もらって販売促進費用ですよ、うん、要するにうちは軽減税率適用ですから皆さん取ってくださいねっていうね。うん、では速 国からもらっといて、うん、国に逆らえるわけないじゃないですか、これは。寝ぼけた、寝ぼけたジャーナリズムですね、<laughs> それね。<laughs> まあ、我々はね、トラモニュースにしても、福田村さんやってる YouTube もですね、全然そういう即販品もらってないんで、これだけ好き勝手なこと言えるんですけどね。ただね、その一方で、あのー、私もね、ちょっと先週ね、 あのちょっとこの金曜日の朝やってる番組で若干ちょっと間違った説明しちゃったんですよ。ほうほうそれ何かっていうと、はいえー、利上げについてね、えー、でまあそれどういうことなのかというと、この要は、 投機筋が売り叩いていると、日本円を売り叩いているというね、投機筋という、だから投機家たちが、要するに実事じゃなくて、要するに金儲けのために、為替相場で円を売ったり買ったりする連中を投機活字というふうに言うんだけれども、これが売り叩いているという一部の指摘があって、それについては、どうなんでしょうねって、否定的な立場だったんですよ。どううしてかととい要は 投棄というのは必ず実質と、はい、え裏腹の関係にあると。 ね、ヘッジをするため、リスクをヘッジするために、要するにそういう、ね、うん、あの、まあ、言ってみれば、投機的な動きをしているから、うん、実時と裏腹で投機だけを一つね、うん、取り出してクローズアップするのは間違いなんじゃないですかという指摘をさせていただいたんですね。なるほど。で、どうしてかっていうと、これ根拠があってですね、うん、かつてですね、これね、財務省のというか、ここに僕の甘いところなんだよな、あの、教科書になってる。 そういう本があるんですよ、でそれがですね為替に関してね、でそこでね、要は、投機に関して、投機というのは、競技でいうと、シカゴ・マーカン・タイル・トイ・ジアメリカのカゴにある取引所であって、要するに、ほとんどそれはごくごくかであってね、要はほとんど日本の資本取引の場合には、要するに、事実とワンセットになっているんだから、そういったことはないっていうね、いうような教科書があるんですよ。ででそれ頭の中残ってたんすよなる ところがですね、まあしかもですよ、あの、これがね、最近でもね、実を言うと財務省が主張してるんですよ。うん、で、これはちょっと見ていただきたいんですけれども、うん、その根拠というのは、これね、ちょっと見にくい、コピーなんでね、ちょっと見にくいんですが、金融財政事情というね、雑誌。これはまあはい、はい、ほとんど普通の人はいない。 えー、はい、雑誌ですよ、はいえー。金融財政事情研究会という財務省の外国団体がやっている、はいえー、そういう、そこが出している、これが、あのー、まあ、言ってみればですね、雑誌なんですね。その関東。うん 関東の論文、キャノングローバル戦略研究所特別顧問、はい、須田宮子っていうね、方が書いて、これも、はい、この方はもともと、西銀の政策委員やった方。なるほど。この方がですね、えー、今、私は、えー、各陶器をもたらす過度の変動を問題している。しかし陶器は、えー、一部の限られた主体、えー、催者とりあえず、和しかもマーカンタレトリーの国際通貨取引、 市場の非商業部門が行ったより、それは時として為替レートの過度な変動を生じさせているという当期、悪者説に違和感を、ちょっと下に移動してほしいんですが、下の段に移動してほしいんですが、を拭えない。このような俗説について、俗説と言ってるんですよ。はいはい、40年も前に、小宮龍太郎先生との協調、現代国際金融論で経済学の立場を詳細に批判したが、依然として当時と変わらない認識であることは残念だと。うん つまりこれって、ね、バイブルなんですよあの為、ー、替論のバイブルだったと過去形でいいと思うんですけれどもこれについてですね実はあのー、ここにも書かれてるしどうも自分の言ってることが間違いなんで、はい、間違いだと思われるので、はい、高橋一さんに。はいはいはい コメントをお願いしたんですよ。はいはい、これどう思います教えてくださいと質問したんですよ。そしたらね、高橋祐一さんがご丁寧に私にね、えー、質問の答えをよこしてくれて、うん、40年前の小宮須田本は、さっきのね、えー、論文ですね、はいはい、あの、あそこに書いてある、はい、現代国際金融論というのは、はいえー、大蔵省経済理論研修の教科書だ。 なるまあ大蔵省でもこれは、うん、教科書になっているその当時、はい、外為案を開催してくらいでまだ資本取引は不自由な時代でした今や完全に資本取引は自由で量は当時と比較できないほど大きいです今では投機者を識別できずほとんどがある意味投機者と言っても差し支えないでしょう投機者が悪なら資本取引が悪になって議論になりませんというね全面否定。 つまり今は資本取引が自由なんだから投機、うん、と実需の区別はつかないっていうねでところが何が言いたいのかっていうとこれ、財務省の機関紙です言ってみればはい、はい、その関東で要するに投機、えーえー、悪玉、ね、論というのはこれ嘘だと言ってるわけですよね。ということはですよ、つまりね あの、財務省、あるいは日銀の政策にもやってましたが、うんうん、財務省、日銀は、うん、要するに、え、投がそもそも原因だとは考えていないってことなんですよ。うん、いないってことですね。うん、しかし、今、 当期なんです、これは、言ってみれば。このね、円安にだーっと売れれた。そして、金利が縮小したことで、円高に今、どん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 売れてますよね。ということは、そこを間違っていた、そこのね、認識が間違っていたということは、ね、おそらくこれ、利上げをしても、要は株価暴落しないだろうと、株価がらないだろうと認識したはずなんですよ、財務省、日銀は。 つまりこれで為替が円高に触れることもないだろうと実事があるんだからと認識してる、ねそうすると要はどうなんでしょ今回の大暴落、まあそれ戻しましたしまた。とはいえ、今回の大暴落というのは日銀財務省が利上げをした時の影響を誤って認識していたために今回の結果が起こってしまった、もっと言えばですよ利上げをしてその備えをやったときはいいんだけども備えしなかったんですよ。 と思ってるからうん、うん、つまりこれだけ円高に触れて、うんえー、株式暴落なんだけどもということはねこれ政策判断ミスでしょうねなるほどねなるほどはっきり言ってなるほどその証拠がこのね金融財政上7月30日付です直近ですよこれ直近に、えー、こういった指摘をしているということは今回のね大暴落というのが、うん、まあどうなんでしょうね、えー、本来だったら予見できた つまり、うん、利上げをしてそれに対するなんかよね備えをしなければ、暴落、株価が下落するよということを、うん、あらかじめ予見できたにもかかわらず、うん、自らの誤った認識、うん、ロジックでむざむざと暴落を招いてしまったってのの今回の本質じゃないかなあの素人的には、ええ、あの今回、利上げするときに正常に戻すんだ、正常に戻すんだと言ってるのがどうもうそくさく感じたんですよね。ええ、あの財務省と 安倍さんがどうもずっと、まあ、基本対立してたように見えた、ええで、安倍さんの路線はそもそも異常だったんで、それを正常に戻すんだと盛んに言いたいように聞こえてて、うん、財務省はま,ま,ま,また間違えるのかなと思う、そういう感覚を素人的には思ってましたけど、うんはい、そういういもあったんですねなおかつ日銀というのは、金利を上げることを勝ち、うん、下げることを負け、うん、インフレファイターだから。うん インフレ退陣という意識があるから、ーーインフレを抑えつけるためには、金利を上げることが正義と考えている、うん、そういう機関ですから、どうしても利上げしたかったんでしょうね、とんでもないですね、うん。だから、そういった意味でいうと、政策判断ミスということになりますし、うん、結局それをね政府に一気に一体という形で許してしまった、うんえーね、岸田総理総裁、うんうん、経済の岸田、うん、どうしたのっていう。あの経済の岸田って言われてるんですか自称 岸田さん <laughs> えそんなの僕初めて聞いたんですけど <laughs> そうあの要するに景気をよくして株価を上げましたよと、えー、4万円ね減税してね景気もよくしますよ、えー、経済の岸田、えー、人事大好き保身の石田じゃなかったんですか <laughs> 頭空っぽ石田 <laughs> <laughs> 自己保身の石田は岸田にしか聞,、えー、聞こえなかったけど <laughs> ああそうですか、えー、知らなかったなぁと,いということでやっぱり今回はねまあ,あの次のねあの何ですかえー まあ、あの特別バージョンの方でね、あの後の後半、後半の方で、この問題もね、ちょっとたっぷり取り扱いたいなと。思いますんで。なるね、あの一個質問していいですか。ね、先ほどおっしゃったその利上げするなら、その。 えー、手当を取得べきだったとおっしゃった、その手当てってのは、具体的にはどういうことが考えられたんですか、うん、だからね、そういった意味で言うと、あの財政出動をするとか、あなるほどねつまり、えーまあ、言ってみれば、利上げをするとどう何が起こるかというと、GDP の5割強を占めている個人消費はやっぱりネガティブに反応しますよね、うん、なるほどねで景気は失速しかねないという懸念が広がるから、だったら財政出動して。うん、なるほど、ね えー、ところは財政出動したくないんでしょうから、なるほど、ね、だから財政出動して景気をよくしますよというね、うんえー、そういう姿勢を見せておくべきだったんじゃないかなと思すそういうサインも出すべきだったっていうとはいえ、こと入って、どっかのタイミングで利上げになることは明らかだったんだから、この通常国会でやっぱり最後の一押し、うん、ね、うんえー、やっぱり景気をよくするためもうあとね、10兆円弱ぐらい需要が増えれば、好、うんうん、循環のプロセス入るんですよ。なるほど ねはあ、はあ、で今、民間セクターが、えー、民間セクターとの個人とか企業が、まだそこまでね、あったまってないから、そこは国がきちんとお金を出して、公的セクターがお金を出して、うんえー、景気をふかしておけば、うんうん、私はね、仮にこれ、利上げしてもそんなことにならなかったんじゃないかなとど、ねはあはあ、でこれでどうなんでしょうね、えー、新 n i s とかやってる人たちからすると、うんうん、もうちょっと、だって、個人ってね、 1円下がっただけでも大騒ぎするんですから、それが個人ですから、そういうことですね、そうすると、萎縮しちゃいますからねそれで思い出したんですけど、私、弁護士になったときに、ボス弁から言われたのは、北村君と、株はしない方がいいよと、なぜならば、毎日毎日株価で一喜一憂するようになったら、弁護士の仕事はおろそかになると、仕事をきちんとやるためには、やめろと。 うん、僕やったわけじゃないですよでもそういうふうに言われたんですよ、うん、でそれからそんなのが頭にあって全然株式投資してないんですよね、うん、これいいと言ってるんじゃなくてしてないんですよね、うん、だから分かんないんですよあのだからそんなもし株式投資やってたら、はい、もう寝られないでしょこれだけ下がったり上がったりしたらそういうことですよねでもなんかね株式投資はやってないけど弁護士の人と一生懸命やってるように思えないんだよなって僕に何か依頼したことある <laughs> <laughs> 僕に真面目な時間を依頼すれればどれだけ回目やってるか分,かる分かるよえで、うん、どんどんねご依頼いただきあでも前にね依頼、うん、あのくださいって言ったらもう仕事したくないからいらないとかなんか言ってませんでした番組で言ってないっすそんなこと <laughs> <laughs> 言ってなかったから、ね、あ<の>なかこれ以上一緒だっけの嫌だとかんか言ってなかった受けたくない事件はありますよあ、はい。あ 僕はね今言ったのは、ええ、須田さんから事件を受けたいと言って、そういう思いで言ったんじゃないですよ、え違うの仮に事件を依頼されれば、僕がどれだけ一生懸命やってるか分かりますという話です、ええ、あだからといって依頼してほしいわけじゃないですよ、あのー、結構、これでも名誉毀損でよく訴えられるんですが、ななるべく筋のいい事件でいます。<laughs> とということなんですけれども、えー、番組からら、ねえー、お知らせがあります、えー、番組では週2回の配信を安定的に行うためにです、ね、メンバーシップ会員を3つ3プラン用意しております週1回のメンバーシップ限定配信が楽しめるプランや週2回の配信を楽しめるプランもありますのでぜひご検討いただければ非常にありがたいと思いますこの後の後メンバーシップ限定配信では 教えて、北村先生と題してですね夫婦別姓問題とスパイ防止法について深掘り解説、<laughs> 言っている本人もちょっと恥ずかしいんですが <laughs>、えー、解説していただきます、まだメンバーになっていない皆様のですねぜひこの機会にメンバー登録のほどよろしくお願いいたします、えー、次回の「虎ノ門ニュース」8月9日金曜日朝8時からのゲストはですね衆議院議員の松原爺さん。 頑張っていいたただきたいですね新26区ですか、まあ、蓮舫に負けるな、松原陣、よ、ねえー、余計なことを言ってますけれども、とね、元統合幕僚長、河野勝利さん、ねえー、軍事ジャーナリストの井上和彦さんという、ね、お三方で、えー、お送りさせていただきたいと思います。ということで、えー、北村さん、いかがですか、夜虎、うんはい、しゃべり倒しましたか いやまあ喋り倒してないですけど、朝と違って起きてからだいぶ時間経ってるので、元気です。朝元気ないんですか。朝は辛いですよ。夜タイプ。夜型なんで。あのだいたいあれですか、そういうなんか仕事っていうのは。夜やる方ですか。夜やる方ですね。だから夜帰るの遅いんですよね。はい。だから誰かに対してなんか言い訳みたいなこと言ってません。 いや言い訳ですね。ということで、あの夜ね、はい、遅いというのは、あくまでも仕事で遅いということですから、<laughs> えー、その辺はね、えー、よくご理解いただきたいなと、えー、家族関係にまで配慮をする、でした <laughs> はい、えー、北村さん、今日本日はどうもありがとうございました。<laughs>